学校の様子はどうですか、まさきさん。はい、毎日元気に通ってます、おばさま。精錬は、まあ…ぼちぼちとは何ですか。はい、すいません。先代が亡くなり、兄弟もなし、ただ一人の黒崎家となった。お母様、外まで声が響いていますよ。自室へ戻ります。まさき、母様を許してやってくれ。何言ってんの、リュウちゃん。許すも何も、怒ってなんかないって。あ、今日はエビのグラタンが美味しかったよ。じゃあね。片桐、ただそれだけのために自分を石田家に迎え入れようとしていることを知っている。果たして僕との結婚を喜ぶだろうか。その坊ちゃまの優しさだけで十分に正木様はお喜びになられますよ。未来に目を向けることなどできないからだ。僕らのじゃない、クインシーの未来に。